ラジオネームバーバートラップ。幼馴染の浜辺美波と手をつないで登校する夢を見て無精してしまった俺、目が覚めて夢の余韻に浸っているとコンコンコンと窓に小石が当たるような音がした。窓の外を見ると浜辺美波が、おいまた寝坊ですか、遅刻するぞと言ってきた。俺は、寝坊じゃねえよ、みなみと手をつないで登校する夢見たら無精しちゃってさ、余韻に浸ってたとこ、と伝えた。すると学校に着くまでに私に追いつけたら正夢にしてあげるよ、よーいドン、と笑いながら言う浜辺美波。急いで家を出るとゲンチャリに乗って学校に向かう浜辺美波の背中が遠くに見えた。パーセント見つけないことを悟った俺は家に戻って朝ごはんゆっくり食べた。これはいいね。オチが全然汚くないのに笑えたね。ゲンチャリでバーって言ってるの。いいな。めっちゃ面白い。あげよう。